トラちゃんウィズバリアフリー、皆さんこんにちは、と言いますかはじめまして、私久松トラユキと申します。あの久しいに松の木の松、それから、トラは風天のトラさんのトラ、ユキは幸福の幸、幸いと書きます。久松トラユキです。簡単に自己紹介をしますけれども、先天性の視覚障害で、小学部の1年から長崎の盲学校で教育を受けました。それでちょっとぐんと話は飛びますが、60歳で長崎の盲学校を定年退職しまして、ちょうど今年がもう10年目になります。大変なおじいさんです。心臓が初めてのこの動画の配信、70になって初めての動画の配信ということで心臓がバクバクしておりますけれども、私の、体験などを踏まえながら視覚障害者を中心にあのバリアフリーの話をしていきたいというふうに思っております。短い時間だと思いますけれども、どうぞよろしくお付き合いください。